皆さんこんにちは、お絵描きうまくなるクラブのアドですということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は視聴者さんから空間に物体を描くことに対してのお困りごとコメントをいただきましたので、そちらにフォーカスして、一緒にこういった箱を描く、ね、練習をしていきたいと思います。地面にかかっているパースと人物の体のパースが変わると混乱してしまいます。何かコツありますでしょうか、ということで、モグさんコメントありがとうございます。今からね、僕がモグさんに代わって多分こういうことでお悩みなんじゃないかというのを視聴者の皆さんに共有したいと思います。で、僕自身も分かんなかったことなので、お気持ちよく分かりますということで、それについてねお話しします。で、消失点がまず無限にある問題ということで、消失点ってそもそも何なんだっていうのをもう一度ね振り返りたいと思います。柱がですね、いつも話するんですけども、柱が電柱が立ってて等間隔で、無限にこう並んでると知ってですね、でそこにロープをつなげてやると、はい、でそしたらこれを、正面からね、カメラ正面に置いてこっちから見たらどうなるかというと、奥に行ったらちっちゃくなるということで、もう遠すぎてですね、まあ我々生きてたらわかると思うんですけど、遠すぎるともう米粒みたいに見える時があるんですね、ちっちゃすぎて、はい、この米粒みたいに見えるところを消失点というふうに呼んでるというふうにね、理解した方がわかりやすいかなと、思います。なのでこの米粒っていうのは、この柱が米粒ぐらいに見えるぐらい遠くにあるっていう感じです。で、この柱にいっぱい平行線のロープを引っ張ってやると、今引っ張ったものっていうのは平行なので、ここにちょっと脱出しにくいようにロープを引っ張ってやったと、こうやってね、そしたらこうやって書くと思うんですよ。で、これ平行なので、で、つまりそのこの点から出てくるすべての放射線は平行なんですね。この粒から出てくるすべての放射線は平行っていうことです。これまず押さえておきたいなと。はい。ですので、この、例えばこのロープのところのこの地面に対して、こういうふうに、じゃあもう線引いてくださいって言われたら、ここからこうやって引いてるのと同じですね。はい、なので、すべての平行線は一点に集まります。じゃあその消失点が無限に出てくるって何なんだいということで、こうやって、まず地面こうやって定義できますね。ただこの定義した地面っていうのは、このフェンスに対して直角にというか水平に、つまりこの棒が斜めに立ってないっていう、垂直に立ってる場合に、このロープが、このロープっていうのが地面に水平なんで、平行なんで、この地面もですね、この地面もこのフェンスと90度で交わってるんで、この地面も平行ですよね、ロープと。なので平行なので一点で交わってこれ共有してるんですけど、まあその平行じゃない場合っていうのがね、どうしてもあるっていう、この人と箱が平行じゃなくなった時、こうやって今座ってますこの人ね。ただ、こう座っちゃったみたいな、どういう状況っていう感じですけども、この人が入ってるこの箱の消失点どこ行くねん問題っていうところが、モグさんは結構思っちゃうんじゃないかなっていうことで、そもそも平行じゃないですよね、このロープたちに。なので、この平行線っていうのは、あっちに、奥行きがあるんで、消失点このどっかにあるんですよ。この平行線は、また全然違うところに、奥行き平行線があるっていう。その代わり、この、奥行き平行線に対して、並んでる場合ですね。ここにパネル敷いてやったら、この辺は全部、この変な座り方してる人と、平行に並んでくれてますし、ここに棒を生やしてあっても、同じくね、この人とは、平行に、垂直に、並んでくれています。こんな感じで、ここに箱があったりとか、
箱は地面に対しては垂直に置かれてるんですけども、回転してますよね。はい。この箱はこの、座ってる人たちと同じ地面に対して、まあ、垂直に置かれているんだけど、ここに、この地面に、ね、置かれてるんだけど、回転しちゃってると。正面向いてないと、こっちの面が。で、その場合っていうのは、この消失点と同じ水平線に、同じ水平線に来ます。なんで、ここ間違ってんな。正確に書くと、この地面と同じところから、こういうのが正しいみたいです。このモグさんのおっしゃるその消失点問題っていうのは、なので、無限にあります。どこにでもあります。ここにもあるし。これは、ここに対して、こういう風に棒が立っててもいいじゃないですかね。斜めに。ここに消失点があったら、ね、こういう風に、こういう軸で、なんか、あるかもしれないですよ、何かがね。で、あとは、このギュンっていうのが全然違う場合、その意味、どういう意味かというと、例えばここが、これぐらいの圧縮率じゃなくて、ここにこうやって書いちゃいますみたいな。お悩み持たれてる方もいると思うんですね。で、これ変っていうよりは、これ横から見たら、こういう台形の箱を置いてるみたいな感じになってると思うんですよ。同じ棒の長さに見えないっていうだけの話っていうことですね。まあ、それら踏まえて、ちょっと簡単にこの辺を書いてみると、わかりやすいかなと思います。例えば、この女性だと、奥行きのある平行線は1点で集まるので、この箱、下にね、圧縮されてますよね。右奥に平行線がね、ありますよね。なんで、奥行き平行線全部書いてやったら、もう空間グリッドが、できますので、で、まあ、絵が上手い人とか、才能ある人は多分こんな書かなくても、もう正確に書けちゃうっていう人たちも、まあ、少なからずいるんでしょうね、っていうことです。僕は無理ですっていうことですね。で、これら空間グリッドに合わせて線引っ張ってやったら、まあそれなりに、なんか見えるというか、まあぽいものができます。こういう感じで箱を描いていくと。で、例えばここに女性が座ってると思うんですけども、この女性、例えば、この絵みたいにね、この箱に対して今、結構その、平行な並びというか垂直な形で座ってくれてるので、これでは座ってる風味が出ますよね。ただそのモグさんがおっしゃるみたいに、次また難しくなるのはどういう時かというと、こう座ってるみたいな。めちゃくちゃしんどい体勢やないかいっていう感じですけど、腹筋してますみたいな。平行線がね、今、右奥と左奥と、下と定義したのに、こう、違うところに奥行きが生まれるから、あれってなったりする、っていうね、ことです。この手前の辺と、奥の辺が、この空間にふさわしい具合で、ちっちゃくなってたら大丈夫です。この距離分。この空間だと、この辺の長さと、この辺の長さ、同じ長さで、これぐらい短くなってるわけですから。はい。なんで、ここからここも、これぐらいかなっていう感じでね、短く書いてあげてください。で、ここに対して、こんな感じで人がですね、ギュンしてたら、ちょっと変だよっていうことです。この空間に合ってるギュン具合じゃないと、こういう真上から見たら、すごい台形の板が乗ってるっていうね、感じになってしまいます。こういう箱とかもすごいいい練習になると思いますので、もう箱の分だけ奥行き平行線があるっていうね、感じです。で、もう難しすぎる場合は、箱っていうか本当に面を描くみたいな。で、そこに対してこう、厚みをこう出してやったらいいです。こういう風な箱をここに描いちゃった場合、
で、これはこれおかしいっていうよりは、もうそもそもこういう台形の箱が浮いてるんだろうなっていうね。こういう台形の箱が浮いてるんだろうなという感じで、別に変とかではないですね。ここに対してこういうパネルの具合考えると、これぐらいの変化率かなっていう箱もあれば、まあ間違ってこうやって書いちゃったとしても、別にはい、もうこういう不思議な箱が浮いてるんだろうなっていうね、ことです。で、今回もこれ人をここに書くとしたら、まあ、こう、水平にというか、行儀よく座ってくれてるなというね、感じなので、こういう感じの、空間になってます。さっきと似てるんですね。もう上に奥行きがあるんで、上に平行線があって、はい。で、あとは、こういうふうに左奥行き平行線もあって、はい。で、あとはですね、こう、チュッチュッチュって、この、奥行き平行線こっち側に、この、こっち側にあるっていう。なので、今、奥行き平行線を、まあ、辿って書きました。それに合わせて、まあ、さっきやったみたいに、面から、ややこしかったら、もう面からね、手前の見えてる面から、例えば書いてみましょう、こうやって。はい。こんな感じでした。で、そしたら、この、奥行き、この引っ張った線。これね、これです。ここに人が立っております。で、この足が見えてないのが、やっぱこの人の、地面にね、この地面じゃない、この天面に乗ってるんで、この方。この辺に足があって、ね、なので、骨盤があって、膝で、こう立ってますね、この人ね。ボディがこうなってて、どこで何してんねんというねことですけど、こんな感じで泥棒のポーズやないかいっていう。で、なのでこれで足消すとこういう感じ。ここの上のパネルがもっとこう手前に出てた場合ね、出てた場合こういう感じで、こんだけ見えないとこなんで、ここは。はい。さっきあったこの体っていうのはありますかね、実際に。ここに。はい。この人地面に埋まってます。もうちょっと上に描かないといけなかったかな。うん。膝この辺から出てきて、足がまた埋まって、この辺から足先が出てます。ということでね、変な絵になっちゃいました。せっかくなんで、箱、何も見ないで、箱空間と何かキャラ、簡単なやつ描いてみたいと思います。この前キャットウーマン描いたと思うんで、キャットウーマンはちょっとまだ若干頭に入ってるかもしれないんで、キャットウーマンをね、描きたいと思います。箱を意識して、かつなんかっぽいやつ。今、模写したてほやほやで、なんか頭に残ってる何かを書きたいと思います。はい。ということで皆さんもお絵かきを楽しんでください。次回の更新もお楽しみに。さよなら。